シクロペンタデカノリドは C15H28O2 で表される大環状合成ムスクの一種である。15ペンタデカノラクトン、オキサシクロヘキサデカンマイナスオンとも表記され、一般にはエグザルトリドの名称で知られる。天然にはアンゲリカの根の油に含まれる。本物質のような大環状化合物は分子内閉環法と間隔大法が研究されたが、工業的には アゼライン酸ハンネステルからウォーレスカロザースがナイロンの研究中に1935年に発見した15回15法を経て製造される。他にドデカンジオールやウンデシレン酸からの合成、オキサビシクロアルケンからの感覚大砲の研究も行われたが商業化には至っていない。1927年にエムケアシュバムによりアンゲリカの精油の交付点部分から 邪行の香りを持つ本物質が発見され、合成ムスクの研究に大きな役割を果たした。調合香料の有用な保留剤として1から5%ほど使用される。食品用フレーバーとしての利用は多くないが、ベリー、ブドウ、西洋梨、ナッツ、バニラ、洋酒、ワイン系フレーバーに0.1から 1.5ppm ほど使われることがある。ありがとうございます。